うわ、いや、かっけえ。ねえ、嬉しい。あれって、はい、今作ってる作品なんですか？はい、そうです。新しいシリーズっていうか、今までなかったんですよね。そうですね。僕、5月の個展があったんですけど、その時にこれの原型になる作品を試しに作ってみたんですね。はい、そしたらすごい、まあ、自分的にはなんかいい感じだったんで、それのなんか派生系っていうか。ちなみに手前に持ってこれたりしますか？うわ、いや、かっけえ。ねえ、嬉しい。ローマの休日のワンシーンですね。あ、ね、そうそうそう、うん、どういう時にこういう風にしようって思いつくもんなんですか？こう明るめの作品作ってたら、なんかこうモノトーンの作品がなんか必要になってきて、でモノトーンの作品作ってたらカラフルな、だからしょっぱいものばっか食べてたら、なんか甘いもの食べたくなる、ケーキ食べたくなるみたいな。いやだからなんか古典とかって言ったらアルバムみたいなもんなのね、音楽のね。だから代表的な作品と、あとこれからのなんか新作を予感させるチャレンジングな作品があったりとか、あるいは大きな作品を作る時のために練習でドローイングとして作った作品とか、緩急があると見て楽しいよね。全体で一つの作品だから。なので、こうやって普段作っていく中で、まあ、海の作品とかモノトーンの作品とかがあって、でその流れでこれが浮かび上がってくるっていうか、うん、このね、中のこの写真っぽい感じの作品を描いていたのね。で描いてて、でこの後ろのこういう抽象があるじゃない。で移行するときになんかミックスしたりしたらどうなんだろうとかって考えて、それで実験的にやってみて、それがしっくりきたから次はまあ色を変えてみて、前はここがね赤だったりしたんだけど、それをちょっとピンクにしたりとか、あの前やったものに対して次どうしようかなみたいな、それでできてきたみたいな感じかもしれない。そう、これはね、実際にはね、この描いてるやつ、はい、その写真に近いところっていうのは意外とね難しくない、時間かければ、早い遅いはあるんだけど、時間かければ、まあ、言うたらトレースみたいなもんだから、ここはグレーなんだな、ここは白いんだなとか、ここはシャープなんだなってなぞってったらいいわけでしょ。意外とそれは時間かけたら集中力はいるけど慣れなのね。それよりもね、この上のこのバランスっていうか、このプラストロークとかがすごい答えがなくて難しいんで、感覚的なものだから。うん、いや、そう。それってその額も込みで、そうそうそう、杉田さんはもう最初にポンって出たってことですか？そうそう、僕は想定してたね。ただあれだよ、あのこの上の色とかさ、このテクスチャーみたいな、結構出たとこ勝負だから、まあ、後でねやってもいいけど。想像してたものが7割ぐらいな感じ。残りの3割はこう垂らしてみて、あ、この表情いいから、これも潰さずそのまま残しとこうみたいな。ここがブチュブチュしててかっこいいから、こっちはスマートにしようとか。結構ね、その目の前でできた出来事とか表情とかを活かしながらアドリブでやっていく感じだから。だから、そのずっと集中して作る部分と、あとそのシャープな切れ味。で見せるところが合わさってる。で、キャンバスだけじゃなくて額とかにもそのキャンバス代わりにしてるっていうか、っていうふうにすると、なんか型が枠があっての枠破りみたいな、型があっての型破りみたいな感じ。額が額らしいとこ中に閉じ込められてる感じじゃない。だけど額もこう一緒のキャンバスみたいになると、こう壁も一緒の作品になっていくみたいな感じで。なんか部屋全体がこう途切れないっていうかになるでしょう。
まあ、そこまで考えてない。やってる時はもうなんか、かっこいいとかかっこよくないとか気持ちよくないとか、そういう感じなんで、まあ、よくよく考えるとそうって言うんだけど。じゃあ今まで喋ったら何だったの？あの、やってる時はね、あの、白紙の状態でやってたけど。その、ちなみにその、オードリー・ヘップバーンとか、うん、その、チョイスはなんで、うん、チョイスはね、最初はね、あのね、オードリー・ヘップバーンって単純に素敵っていうのもあるんだけど、あのギャップが見せたいんだよね。この上のこのこういうものと一番こう対極にあるものみたいなを見せ、緊張感を出したくて、でギャップって言ったらあれかもしれないけど、こういうなんていうかな、ストロークっていうか現代的なものとそのレトロなものっていうかが合わさってて。ノスタルジーなんだけど、でも新しいことも予感させるみたいにしたくって、象徴的ななんかレトロなもので、女性で、みんながある程度分かって、で、なんだろうな、まあ、日本も限らず、ね、愛されてるモチーフだしっていう、まあ、ギャップもものすごくあるから、まあ、決まったらかっこいいかな、みたいな。それでチョイスしてるんだよね。そういうことね。そう、うん。そこは考えてやったってことですか？あの、そう思いたい。でも好きか嫌いかだもんね。文章にしようと思ったら真面目に書くけど、でも結局自分がなんか書いてて好きか嫌いかっていうかね、テンション上がるかどうかって大事じゃんね、やってる時って、うん、あと自分が部屋に飾りたいかとか大事じゃんね。こういうものを売れるとかさ、こういうものだったら批評家さんから評価されるって、なんかおぼろげには分かってくるけど、なんかそれ合わせてでもなんか、ま、本当の自分は満足しないもんね、うん、やっぱりね、うん、なんか結局元をたどるとなんかそれが一番、うん、大きいですよね。そう結局自分がっていう、そう結局自分がね、あの自分の部屋にどんな作品だったら飾りたいかな、どんな作家だったら追いかけたくなるかなみたいなね、うん、っていうところで。チャンネル登録してね。ありがとうございます。僕は多分、今までの杉下さんの作品なんかで一番好きかもしれない。あ、本当？まあ、もともとスピスシリーズ大好きなんですけど、これはめちゃめちゃかっこいいです。じゃ似たようないっぱい書くか。売れたい。なんか安い画家になるのやめてください。そう。